おはようございます、こんばんは、バリューです。さあ今日もウォロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日ちょっとね、配信スケジュール変えさせていただきました。明日日曜日なんですけれど、三浦半島に日帰りツーリングに行きたいなと思っていて、それでちょっと配信スケジュール変えさせていただきましたね。皆さんちょっと、ご了承いただければと思います。で、今日は2000問見ていきますが、新しく実装されましたプッシュモードの戦い方っていうか、まあこのモードと今日はね、このラバガーの相性がめちゃめちゃいいですっていう、動画を2000、チョイスしています。ラバガーで、まあ当然ね、ステルスになれるので、まあ、敵にシーカー持ちがいなければ、ペイロード、あのプッシュで押すね、あのタレットみたいなやつ、あれを押すことできるんですけれど、まあ、なかなかシーカー持ちも多いのでなかなか押せないんですが、今日はね、ラバガーの戦い方として、まあ、ペイロードにあえて絡まずに敵のペイロードを押すっていう行為を阻害する、いわゆる梅雨払いの役割をこの子すごく担ったら、かなり強いですっていうような2000選んでます。プッシュのモードは誰かがね、そのペイロードを押すっていう役割と、そのペイロード、敵がねペイロードを押してきてる時に、それ以上押せないような、あの布陣を引かないといけないのね。ひたすら押されちゃうと負けちゃうので、まあ、押せないようにするための梅雨払いの役割としてね、このラバーガーが非常に有効ですっていうような、証拠動画になるかな、2000、お見せしますんで、ぜひともね、ラバーガー手に入ったらプッシュモードでチャレンジしてみてください。かなりプッシュモードだと強いです。全員ラバーガーだとね、誰も押さなくなっちゃうんでダメなんだけれど、まだまだね、プッシュってどうしてもペイロードに絡まないと勝てないので、まあ、ペイロード中心に戦いが展開されるんだけど、その外枠から、このラバーガーが構えられたら、なかなかね、敵もね、ペイロード押せない、怖くて押せないんで、ね、そういうようなね、状況を作れると思いますんで、そのあたり見ていただければと思います。それではね、早速2000見ていきたいと思います。よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ。バトルモードはプッシュだ。さあラバーガーをね使ってプッシュのね、まあ、いいとこ取りしていきますね。このマップはラバガーのね初期位置が決まってます。あ、ちょっと間違えちゃったビーコンラッシュだと中央行くんだけどさ、プッシュの中央こっちなんで、このライン上に入りますね。そして一気に機能を取っていく。あの敵もさ、初手はさ、やっぱりさ、このペイロードに絡まないと負けちゃうので、ワンサカと集まってきますね。で、この集まってきたところをこれ遠距離射撃でしっかりとね削り込んでいきます。これがね、梅雨払いとして強いんだよ。これ顔出した瞬間にやるから、いやちょっと隠れやがって、味方がちょっとかなり押しちゃったね、強いんだよよし、そこで。プッシュはさ、ペイロードにみんなさ意識がいってるので、このラバガーがさ、こう離れたところからね狙ってるってね、なかなか意識がね回らないんだよね。狙われたらこれでワンパン食らうからね。で、上手い人は、もうペイロード一回捨ててっていうか無視して、ラバガー先にやりに行きますね、上手い人だったら。結構戦っててさ、上手い人大体そうやって顔出した瞬間やる。絶対顔出さなきゃいけないからさ、ペイロード押すためには。ここがね、だから強いんだよね。ちょっと今 300m は、ね、敵の射程に入ってますけど、ここで隠れられるとなかなか顔出せないよ。顔出した瞬間やられちゃうから。そしてキルをいただいていく。ああやってね、果敢に挑んできます。そうしないと勝てないからってくれたら、よしよしよし、距離さえ取れれば。着地したら抜くぞ。だからこのラバが相手にはまずね、シーカーが絶対入ってないとダメ、シーカーが絶対入ってなくてダメなのと、まあ敵が一回ね、敵がっていうかさ、ラバガーがアビリティ使った直後じゃないとダメだね。ステルスになってる状態で挑んじゃうとすげえ火力食らっちゃうんで、まずやれない。で、そういうタイミングとかはさ、まだまだみんなね分かっ
ってないので、まあ、今のところねラバが無双中ですね。まあ、これしばらくするとさ、まあ、動画上げてもいいんだけど、まあ、自分はさ結構ラバが使ってるのでラバガーの欠点って大体わかるの、戦い方も大体わかるんだけど、それがもうちょっとみんなに周知し始めちゃうとラバがもうちょっとね活躍しにくくなると思うな。所詮体柔らかいんで、芋ってなんぼだから、あ抜けるからよいしょ、うん、もうステルスになってる状態が長かったらコンドルなんてへでもないので、今みたいにね、ステルスになってた時要注意だよ。ほんと火力半端ねえから。よし、あとステルス明けはさロックダウンかかるのもさ、これ凶悪なんだよね。ちょっとでも顔出した瞬間に足バカッと止まっちゃうんで、そこでガガガガガガッとこのさ重厚なこれで撃ち抜かれるから撃ってる方はさすげえこの重厚感あるこのね音が結構気持ちいいんですけれど、やられた方たまったもんじゃないよねこれよし、そしてよしアシストか、まあ、しょうがないな。あーちょっと待って、あそこにミンがいたね、あのミンはちょっとやりますよ、うん、なんだよ、まあ、下降りやがった、次浮いた瞬間やるから、ベンディケーター積んでるやつは絶対やらねえとやばいから。よし、あいつ、いや最後までいけるか、あアシストかしょうがねえな、まあやれりゃいいやまあね、ステルス明けからの火力だとこれぐらい火力出るので、ちょっとタイタンもちょっとうかうかしてられないよ、これ。まあ、こんなことしますか、そこ。よし!500m って、600m あれ、あれするとさ、スペシャリゼーションの、600m のあれ、垂れてきてくんだよね。あれで何パーセント増したっけ、なんかすげえ火力マシになりますね。よし、もうね今もう体力見て130万でしょ、これさどん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 体力上がってっちゃうんで、もうやばいよ本当に、うん、いやもういや簡単だから、何アルティメットフェンリル、あんな硬えと思ったけれど、見ての通り 今みたいにさターゲットついた状態でフルショット食らったらまあまあ持たないね。プッシュでさペイロードに全然絡んでないんですけれど、こうやってね味方が押している、ところをねこう支援していくって形で、戦えばね十分活躍できますんでね、ぜひともねこのラバが手に入ったらね、このプッシュのモードをねあれしてください、チャレンジしてみてくださいね。GG です。さあリザルト見ていこう。まあ全然押してないんでペイロードのさ数値は全然上がってないと思いますけど、まあキルは取れてるかちょっと分かんないな、まあアシストも分かんないな、どんな感じなんだろう14キル1ビーコン、あ1ビーコンじゃねえな見ての通り全く押せてないですね、最後ちょこっと触れただけなんで、まあそれでも14キル取れてますんでね、まあ、味方が誰か押してくれる人がいればこういう戦い方で十分勝てますってことですね。じゃあ、もう一戦だけ見ていきたいと思います。それではいきます、よろしくどうぞ。さあやっていこうか、バトルモードはプッシュだ。さあ何のマップかな、うーん雪山か、雪山の場合はね A 分けしてくださいね、ラバガーで出るときは A 分けです、もうここ以外ありません。ね、ペイロード取りに行くためには B 脇なんですけれど、 A 脇で戦う理由ってね、この車線に敵がワンサがあと集まってきますんで、この車線にね、それをね抜くためです。よし、そして一気に見ていく、もうこの子はね梅雨払いが仕事なので、敵はねこのね上ワンサがと乗ってきますんで、あとはここからで、中央に取りに行かないといけないじゃない。いや、そしてダックスを抜いていく、もうここに短期でずっといても大丈夫です。
これがさ、ビーコンラッシュだとさ、ここ攻められちゃったりするけれど、このプッシュのモードだとみんなペイロードの方に意識が向くので、この、ペイロードから全然離れてるこの位置からね、ラバガーで狙われると意識がね、ちょっとね、あの、よし、足が止める、止まっていく、そしてトリプルキューいただいて、やっぱりね、意識がね、ペイロード側に向いてるので横をなかなかね、こう意識持たないんですよね。それがね、かなり強いですね。特にこの雪山は、このラバーが天下ですから。そしてゴートライドブックが出ていく、やばいよ本当やばいよ。こうでやられた人って、その、まあ、前上がれないからね、しっかり距離取ってるからさ、800の射程生かしながら戦うのに結構取り取ってるので、浮いてる間はね、そんなに抜けない。あー、シーカー持ち、あのね、あのラバガーがいるって分かった時にはシーカー持ってる機体でないと戦えないですよ。今みたいに目つぶしになるの、をさせたりとかさ、あとはサプレッションかけたりとかしないといけないので、それ以外の、ね、ドローンだとね、ほぼほぼね、役に立たないね。よしよし、隠れてるな、しょうがない。よし、そしてよく分かんないけど、まあ、浮いてる敵は大体抜けるので、ラバが、ね、あのコンボすげえ勢い飛んでったの。よし、これ届くのか、うまい子お呼ばつだったねあんまり調子変えて前出すと出るとやられちゃうんですね。梅雨払いとしては十分な活躍だと思います。あとラバガーはこのステルス明けでね、足が止まるので、そういう支援の仕方はできると思います。あの今あの真裏の足止めましたけど、こんな感じでね、後ろの今後ろの敵の通常の機体にタゲをして、で、5秒間ぐらいロックダウンの効果残ってますんで、それで足を止めたんですね。もうこんなペイロードいないところで戦ってるマウラーで怖くもなんともなくといていいんですか。よし、あれ、なんか後ろに横っちょ打ってるやつがいる。ああ、いつか絶対許さないから。君そこでいるってことはあれだろ、あのなんだ、あのパスファインダーと、パスファインダーってさ、あの敵の視界に入らないように立ち回るのがやっぱそうだね。パスファインダーだったねしかも目ん玉持ちでしたね。いや、パスファインダーよほどあれじゃないと、あの普通にサプレーション入ってもパスファインダーの火力じゃとてもじゃないけどね、やれない。この子はあのフックでさ、あのターゲットいっぱい、あのトラックいっぱい持ってて、火力お化けになってるのは別なんですけれど。よし、あの後輩だ。いや、もうね、これやっぱ強いよ。強いっていうか、雪山との相性すげえいい、このラバが。あとね、ラバ側のセットアップね、体力に振りながら足に振ってないとダメです。足に振らないとダメ。まあそのうちに動画つけ上げて、あのちょっと一回ね、あの育てたんですけれど、足に振れてなくてちょっとね使いにくかったんで、足振りに少し直しましたね。そしたらやっぱりね、あのこのステルスになってからの、移動速度速くなりましたんで、すごい扱いやすくなった。こうやって味方がやられせそうなところに一気に駆けつけて一気に行けるんです。ああ、ちょっと足が遅いとね、やられちゃう。ストレスになったら離れられますね。大丈夫です。そして抜いていきます。これね、足が遅いとね、ああいうシェンロンのね、あの強襲に負けちゃいますね。それはね、戦ってて何回かやってて、そこに気がついたみたいな。あの子はもうちょっとやべえ、全然狙ってたけど、そういう時は距離を取るに限りますね。
取れちゃう。そろそろ終わりそうですね。終盤になってくるともう敵のさ、あれなんだよね、味方のこのタイタンに影に隠れながら、あとは、ステルスになってひたすらペイロードを押すだけなんで、もう本当にねプッシュとの相性いいですね。ステルスになった状態ずっと押せるので、こういうところでね。で敵はさタイタン出ててクオンタム持ってなかったりするし、通常機体だったらさこの子に抜かれちゃうので、いずれにしても戦えないですね。まもなく終わります。ほとんどさペイロードをしてないですけれども敵のキルを稼ぎながらですね貢献していく、そういう釣り早ラインの、役割を担うとね、このね、ラバが強いですっていう動画でしたね。さあリザルト見ていくぞ。ぜひともね手に入れたらね、プッシュ戦ってみてください。1位でしたね。12キル、18しか押してないですからね全く活躍してないけれど、でもキルは12でね、しっかり敵のねペイロードの猛攻をね抑えることができたと思います。いかがですかね。今回プッシュモードとラバがこの相性が非常にいいですっていう動画をねちょっとお見せしましたんで、ぜひとも皆さんも手にしたらこういう戦い方してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。